Fukushima. From the people of Fukushima, this program will continue to speak to the world. Voice of Fukushima. ここからは5回連続で大熊町から各地で避難生活を送る人々の声をお送りしていきます。福島県大熊町は事故があった東京電力福島第一原発の1号機から4号機がある町です。今回は大熊町で被災し、現在福島県会津若松市内の借り上げ住宅で暮らす大賀彩子さんのボイスです。帰ることができなくなったふるさと大熊町について、そして大賀さんが現在取り組んでいる活動について伺いました。 Today's Voice。 場所としては、今生きている私たちが戻って生活できないということ、そして人のつながりとしては、同じ大熊の人たちがこうわずかでもどんなつながりをこう持ちたいと思ったら持てるっていう形が作れるのかっていうことを思っています。私たちで一番近く言えば大熊町役場で、県国、国で言えば環境省とかいろいろなとこがありますけど、どの方面でもその被災当事者、私たち住民の声をこうきめ細かく素早く聞き取っていく、反映していくっていうことが弱いなっていうことを、とても思っています。もっと広く福島県内あちこち、それから広く避難先や支援者の方なども一緒になって、子ども被災者支援法 の実現っていうようなところで、こう大きな連絡会のようなところでの活動に参加していて、それを他の知り合い、それこそ大熊の女性や他の人やいろんな人ともつないでいくっていうことに割と力を入れています。子ども被災者支援法っていうのは2012年6月に成立してるんですけど、緊急的にいろいろこう避難したこの辺の人はこういう支援があって、ここのこう手数料が割引になってとかね、まあ、いろんな支援があるわけですけど、全てこういつまで続けられるかが何の約束もない、全て暫定的緊急的なもので、もう いつ1年後2年後いつ終わってしまうかわからない。で、一番私たちがすぐ例っていうかこう思い浮かぶのが、やっぱ広島長崎 の被爆者援護法といって、その対象になった方は、認定された方は一生きちんとこう援助を受けているっていう、本当に大事だなと思って見ていたわけなので、だけど例えば50年経っても60年経ってもその認定してもらえないと安心できないっていうことでの、こういろいろこうニュースにもなってくる。私たちこう福島の人が50年経っても60年経ってもちゃんとこうそうやって保護されなくて訴えなきゃいけないなんて、そんなこうこと繰り返しては困るっていうこと、私結構思って、そんな思いがあったので、1年目2年目でもうちゃんと法律にしましょうっていう動きがあった時に、それをその住民としてぜひそうしてください、ぜひこういう工夫にしてくださいっていうような要望活動とか、そういうところに私もまさに参加していったっていう形なんです。私たち大熊とか、原発から20キロぐらいのとこは、その強制的に避難指示で、政府の避難指示で避難しているので、その分いろいろな緊急のこう政策支援策っていうのがあるんですけど、それより外の住民には本当にこう支援が薄いので、そのあまりの楽さっていうのが、私たちにすれば、私なんか個人的にそう、なんか申し訳ないっていう感じもすごくしてしまうし、実際こうあちこちで軋轢のもとにもなっていたりとか、
かなり放射線量が高い部分っていうのが40キロ離れても50キロ離れても60キロ離れてもあちこちにあって、その311前の法律で言ったらばとっても人が住むのが許可されるとは思えないような、年間1ミリシーベルトっていう基準に照らしてとか非常に問題なので、で自腹を切って避難をする、遠くに、一家で引っ越しをする、あるいはお母さんと子供だけ引っ越しをするっていう例もたくさんあるんですよね。で、あるいはそれができないので住み続けてる人も、もうものすごくこう子供を外で遊ばせられない、もう通勤通学でも学校で外に出て、体育の授業をするのか運動会をするのか、洗濯物を外に干すのか家の窓を開けるのか何を食べるのか、もう全てがかなりな負担なんですね。なのでそういうさまざまな、こうもうさまざまな立場のさまざまな要望っていうのがあって、それをこう 100% ではなくても、もうできるだけ汲み取って、こうできるだけは支援していただくようにお願いしたいと思って私も一緒にやってきました。もう正直それらのほとんどをこう要望を聞いてこう支援策をしたとしても、オリンピックの準備ほどお金かかんないんじゃないかみたいな、ちょっとこう非常にそんなことを思っているこの頃です。大賀さんは同じ被災者でも受けられる支援策にばらつきがあることに疑問を感じています。これから子供を持つことを考えている大賀さんにとっては、健康管理に対する支援策にも不安があります。まさに法律で子供と妊婦ってなってるんですよ。え、じゃあプレ妊婦はどうなるのっていう、本当に妊娠する前の結婚していても、あるいは結婚してない若い女性だから、子供っていうと19歳以上の女性も男性も全然保護されない状態になっているので、多分検診も健康診断ってのも18歳までの子供は若干今も福島県内は手厚いけど、それ超えたらば全然ね。でなんか40ぐらいになると生活習慣病とか言ってだんだんいろんなお知らせがいっぱい来るけど、なんか18から40ぐらいまでって一番検診とか普通行かなくなっちゃうような時期ですよね。本当そういうところをちゃんと注意が必要だ、ちゃんと検診が必要だ、何かあったらばこうちゃんと支援してもらえる、それこそそれが不安だったら例えば避難にも支援がされるとかね、本当にそれも必要だと思ってますね。えなかなかそれはこう当事者でそういう声を上げる人がやっぱ数として若干少ないので、やっぱ今まさに子供がいて被爆してるっていう方がどうしても必死になる人が数が多いっていうところがあるので、最後にこれからの生活、そして大賀さんの考える復興について伺いました。我が家では暫定的に会津若松市内、大熊の仮役場からも近いところで最初は二次避難所、それから借り上げ住宅っていう風に生活してたんですけれども、元のその農村で大熊町の山のふもとで暮らしていたのとあまりにも違う都会生活で、非常にこう息苦しくなってきて、体調も不順だったりしまして、これはもうある近いうちに安心して農業もできるようなところに引っ越す、我が家の場合夫が転勤が申請して不可能ではないので、ある程度放射能線が薄めのところで、でなおかつ大熊や福島県内の友達ともある程度行き来できるようなとこっていうような風に考えて引っ越ししたいと考えているところなんです。私たち大熊町の住民で言えばほとんどが生きている間に元の大熊町で元の生活はできないっていうことは一生復興できないとも言えると思っています、正直。だけど
今生きている場所でどういうふうにそれぞれがあるいはつながり合って生きていけるのか、で当然それはこう、あ、そう、今だから大熊町の人同士のつながりももちろん保ちたいっていう気持ちもあるし、もちろんそのこう仮の町って言ってもそこだけのコミュニティってほとんどうまくできそうにないわけなので、本当にそこの元の住民の方と馴染んでどういうふうにその今後の人生生きていくのか、それはもちろんこうそれぞれができる形で私も一生懸命やりたいけど、でも厳然として大熊町 元通りの生活復興ができないままの、あのそこがこう損なわれたままの一生なんだっていうことは知っていただけたらいいのかなって今思いました。これからも多くの大熊町民の生活を考え、十分な支援策が行き渡るように活動を続けていきたいと大賀さんは話していました。ボイスオブ福島、今回は大熊町で被災し現在は会津若松市内で暮らす大賀彩子さんのボイスでした。次回も大熊町の方の声をお送りします。ナビゲーターは久保田彩乃でした。